負けたら変えるみたいな感じでいいか。ドーブルがいる。マジで。ジュナイパーもいる。なんじゃこのパーティー。クワガノンもいるし。ルガルガンも、夜のルガルガンもいるし。なんだこのパーティーは。バシャーモとギャラドス以外が全くわからない。てかドーブルなんて型読むの無理だぞ、はっきり言って。不可能。ハリアップなんだけど、ちょっとこれは思考停止するやろ。うわぁ。このパーティー変えんなら負けてから変えた方がいいよね。おー、ドーブルわかんねえ。ただ多分補助技的ななんか使ってくるんじゃないかなと思うから、コケコは出しときたいんだよな。挑発持ちがコケコしかいないから。コケコが刺さってるかっていうとさほど刺さってないんですけど、コケコは出さなきゃ詰むような気がする。あとどうしよう、マンダ、マリルリどうしようかな。安全策ポリツ、これでいこう。ドーブルがちょっとね怖い。ドーブルってなんだっけな、ブラックホワイトぐらいの環境の時ってなんかすげえ強かったっていうのをなんかこうとあるポケモン好きの友人に聞いたような気がする。ドーブルは最強のポケモンの恐れがあるって。ルガルガン、普通でもないか。ルガルガンも女子供に人気のないこの夜の姿。まるまるもるもる、岩タイプだよなこいつって。ただまあ地震も使ってくるような気がするので、あんま悠長にいちゃいけない気がするけど、ただ地面タイプもいないので、いきなり電気ジェットプッパでもいいんじゃないのかな。ルガルガンって多分コケコより遅いでしょ。いきなり初手電気ジェットっていうヤクザでいいんじゃないかな。映画でもヒール役、え、もう映画出てんのこいつ。え、早くね、出世早くね。生意気だから電気ジェット打とう。シャキーン、キワン、更新かけても3秒に1回ピロピロ。え、他の皆さん大丈夫ですか、放送ちゃんと見れております、大丈夫。僕もさっきツイキャスではちょっとなんか始める際にちょっとトラブルっていうかなんかあんま繋がりにくいのがあったんですよ。私はだ、あ、助けかこれ。私は大丈夫ですね。なぜこうちょっとスペースを入れたんでしょうか。にゃしー、岩風か。ちょっと待ってね。次、地震とかで落ちるかな。てか、ルガルガンってどの程度なんだろう、素早さ。一岩風で上抜けるのかな。まあ、早そうだから多分抜けるとは思うけど。ただよ、ここで変えると多分ね、交代読みで、もっかい岩風ってくんじゃないかなって気がするので、もっかい岩風なら耐えるんですよ。だからこなんか地震とか打ってきたら死んじゃうけど、トンボで、あ、大丈夫、なんか放送安定しててない、あ、ステロだ。ほう、なるほど。まあトンボで正解だったかな。でもそれでもまあなんか放送不安定の人なんか更新かけたりなんか、まあもしくはスマホとかで見るなりしていただければな。次何出るか分かんないかな。ポリツーとかそういう様子見ポケモンで行ってみるか。ポリゴン2、様子見ポケモン、様子を見るために生まれてきた存在、かわいい、オマルのようなかわいさがある。ドーブル、やべ、ドーブル来ちまった。これは挑発持ちのポケモンがいた方が良かったんだけど、トンボじゃなかったかな。こんばんは、どうも。速攻で潰していく方がいいかな。もうなんか邪魔いし、トラータとかで何してくるか。身代わりってか俺より早いんだ。ただまあ身代わりも
トライアタックで潰せるので、一生身代わり張り続けてくれるんだったら、これでじわじわ、うん、村っけか。ああなるほどね。でこれね、毒々打ったら多分身代わりですかされちゃうから、しばらくはトラアタ打つしかないよね。トーチか。へえ。やべえ、これ突破できない可能性あるぞマジで。トーチカに合わせてコケコに引かないと多分ダメだよね。うーん、今どんな状態、特攻2段階、攻撃1段階、防御1段階ダウン、まあ、次身代わりだと思うんで、ここトラアタ打たないと多分やばいよね。ここは身代わりで、これは壊していく。キノコの胞子とか持ってたらエレキフィールド切れを待ってる可能性あるよねマジで。ここでコケコバックしといた方がいいんじゃねえかなっていう。もしキノコの胞子持ってるとしたら、コケコに変える。攻撃してくるかな。地味に特攻は2段階アップしてるから、統治界セーフ。これは上から挑発いけますね。ブラッケで素早さとか上がったら知らんけど、特防アップ回避率ダウン、回避率ダウンなんて引いたところで別に何の得もならないという。統治か、これ挑発持ちがバレてしまう。うん、ここ身代わりのターンかなと思ったんだけどな。安直だったかな。つってもまあでも挑発するしかないよね。引いてくるような気はするけど、もしなんかこれといったあれがないんだ。え、っていうか君のが早いの？なんだ？え、ドーブレってそんな早いの？え、なんかそういう特殊な効果あんの？え、ドーブレ早いの？え、そうなの？え、ドーブレって素早さいくつなの？コケコ130族だぞ。あ、村っけで上がってんのか。あ、ほんとは2段階アップしてる。そっかそっか、全然その辺考慮してなかった。うーん、まあここ10万でしょ。でも普通にシャドウスチル、何それ。あんま効かないね。でここで、ただ村っけで、そっか、ステータスがわけわかんないことになるからあれなのか。特防下がってくれてありがたいんだけど、今特防一段階アップか。一応ちょっと俺もドーブルの種族値でも調べてみるか。あー、でも元の種族値が全然大したことないね。素早さ以外は基本やべえなこいつの種族値。あ、引っ込めた。ガノン、ガノンって特防高かったっけな。高くないなら10万2回とかで落とせるけど、これは落ちないね。ガノンどうしよう。ガノン特殊型でしょどうせ。
ってもね、この子も自信が効かないからね。マンダを出して彼に落としてもらうか。いやでも、まあでも一応暴れる等倍で入るしな。何度も引っ込めるのがでもきついんだよね、正直。コケココもあと1回は出せるとは思うけど、マジシャツっぱい。いやでも帰った方がいいだろ。トンボ帰り。クワガノって特防高いのかな。高くないんだったら、いや高くなくてもマンダでいっか。あ、クワガノで丸してね。威嚇する。10万どの程度。あー結構入りますね。結構ヤバゴンだね。次で殺されちゃうから、ここはもう暴れとくしかないんだよな。暴れる一発落ちるかな。ここは、暴れるで落ちる。 OKOKOK。 あとドーブルだけ。ただこのドーブルがすごくめんどくさいんだよな。まあ、次はトーチ化していくんじゃないと思うけど、普通にここ身代わりのわけないでしょ。トーチ化でしょう。防がれる上にこれで毒をもらってしまうという。でしかも混乱までするって、まあマンダはほぼ終わったみたいなもんですよね、これで。跳ねしてる余裕あるかな。跳ね休みしてみるか。多分身代わりしていくんじゃないかなって思うけど、まあ、混乱で死ぬ可能性あるけどね。跳ね休みできる。で多分身代わりを張ってくる。で次はまあトーチ化なんじゃないかなって気がするから、もう一回羽でもいいような気がするんだけどね。ここはもう一回羽でいきます。ただまあずっと統治下続けられたらあれなんだけどね。混乱動け。マンダ。オッケー。なんとかこのドーブルを突破する方法があるといいんだけど。今ステータスどんな感じになってんだろう。あ、そう、一応炎上しとこう。危ね。一応な。1時間といったな。あれはもしかしたら嘘だ。どうせ統治化するだけなんだよな、でも、やつは。地震撃とうが暴れる撃とうがって感じなんだよね。あら、当たんなかった。しかも、あ、混乱解けた。まあ、次統治、いや次どうだろう。ドーブルね。これはで俺のマンダも引くに引けないしな。コケコに引いて挑発打ちたい感もあるけど、
ここ統治家じゃないかなって。で統治家身代わりやってたらやつ基本死ななくね。あれ、うん、なんかそんな気がするんだけど。なんか死なないよね、統治家身代わりを繰り返してると。これどうしたらいいんだ。レ素早さが下がるしかないのか、村っ家で逆に。で身代わりすんじゃん。でまあさすがに身代わりは一発でこ当たらない、回避率も上がってんのか。そういえばこれやばいぞ。これどうすりゃいいの。ポリ2でどっかで毒を当てれれば勝てるけど、統治家と身代わりを繰り返してる限りその隙ってかなりないんだよな。いや俺こんな戦い方したくねえよ。不格好すぎるっていくらなんでも。っていうかこれドーブルじゃなくてよくね。マンダで突破する手段だから下手に羽休めとかつけ上がる。何これ、知らねえ技使ってきた。何これ、わからんわからん。あ、統治家の PP 切らせばいいのか。まあ、どうせポイントアップで増やしてるだろうけど。アクアザ版の足っぱ、ああ能力が上がった分だけ強くなるっていうあれか。統治家の PP を切らすっていう意味合いがあるんだったら羽休めで粘っても、まあそれはそれでさもありなんなのでは。素早さタッカーでも、素早さえっくいことになってるけど。どうせ次統治家でしょ。統治家切れたかな。長えわ。食べ残しが、いやまだ身代わり使えるから身代わり行くかもしんないけどね。多分僕もそろそろ羽を休めないと死ぬので。お、素早さが下がった。だ素早さが今さら下がったところで、統治家 OK、 OK でもないよ。もう16回統治家、今何回使っただろうね。まあ、連続統治家かな、それともこう身代わりかな、どっちかな。連続統治家にかけてどうだろう、大事にしてくるかな。ここは羽でいく。俺ももうあれだわ、持久戦でいくわ。あー身代わりか。こっちの時間確かにユアタイム3分22秒になってる。これは確かに時間切れ負けあるかもね。でもどうあがいても遅延行為してるの向こうなんだけどな。それでこっち時間切れで負けるってなんかあれだよね、なんか不平等な感じするよね。じゃあ次はちょっと即決でいくわ。そうだな、向こうの方が絶対時間使わないんだよな。向こうの方が考えなくて動いてるわけだから。
向こうはもう考えないでこう連打してるわけだから、いやこれは害悪でしょ。ちょっと俺もノータイムでいくから次から1回のターンに2秒以上かけない。いくいく、即決即決、 OK、 2秒、突き上がる、そこそこ入っちゃうか。ほんとムラムラしやがって、身代わり消える。俺の自信の PP も切れるぞマジで。別に暴れるにしてもいいんだけど、うーん、あー防御上がっちった。防御上がるの結構やだな。回避率下がるの OK。 この辺で暴れるに切り替えていこうかな。あでも任意のタイムで羽を休めらんないと死ぬんだよな。トーチか、地震、そうだ、この時間にも考えることを使おう。考えるのはこの時間、自分のターンになったらあのもうコマンドを動かすことだけに集中する。回避率ぐんたがってやばいな。突き上がる威力ももうやばいね。ムラッケってさ2段階アップと1段階ダウンなの？これって上がってる幅の方がでかいような気がするんだけど、2段階アップ2段階ダウン、それとも2段階アップ1段階ダウン、これってズル特性じゃない？2アップ1ダウンか。だとしたらこれ自利品だよな、かなり。そんなこと言ってマンダが死ぬよな。これ多分殺されるな、多分。相手が、あ、身代わり使ってきたか。じゃあまだ死なない。そうだね。ムラッケっていう特性そのものよりも、もしかしたらムラッケとセットになってしまうこの身代わり守る、そして食べ残しっていうセット込みでダメなんじゃないかっていう悩むな。ここでここで身代わり剥がしたら次身代わり出せないんじゃないかな。まだ出せるか。いや食べ残しで回復するまでまだ出せるか。あやべ、リュウマイ撃っちゃった。なんとなく迷って俺リュウマイ撃っちゃったんだけど、もう何していいか分かんなくなっちゃって、だんだん俺も疲れてきたかもしれない。ただマンダはもう落とされてる方がいいんじゃないかなって気がしてきて、だんだん落としてくんねえかなっていう。コケコで挑発打つ方がなんか勝ち目あるんじゃないかなっていう。だとしてもリュウマイじゃなかったの、身代わりを剥がすべきだったから暴れるだったんだよな。ここでコケコが出せって、え、そんな能力なの。へえ、シャドウスチルってそうなんだ。厩舎に当たるし
いや、わかんない、なんか。いや、疲れるわ、これ。コケコね、今の体力的に挑発負けるのかなっていう。気はするな。厳しいんじゃないか。これ挑発負けないね、このの、もうこ、てか回避がえぐいことになってるもん。しかもこれトーチカ打ってくるし、確実に。もう疲れた。疲れたし、これ多分勝てねえし。勘弁してくれ。なんで俺はこんなやつと戦わなきゃいけないんだ。ああ、降参するか、なんか勝ち目なさそうだし。精神衛生上悪いよな。どうせこのシャドウスチルで死ぬような気がするし、攻撃3アップしてるから。やめべやめべ。本当に。ちょっとす、言いたくないけど性格が悪い、この人は。あれだね、ドーブルはもう出てきたタイミングですぐ挑発しとかないと勝ち目 0% ではないけど降参するか。これもちょっとこの人と戦いたくない。多分なんかこの人の勝ちの半分以上それなような気がする。なんかこう戦いたくないっていう気持ちにさせて終わるっていう。